部さん。サンプルを見るとオランダって書いてあるんですよね。そうなんですよ。登録上はですね、我々はオランダのチームで、あとまあ他にもですね、ヨーロッパ人選手やあと10人選手もまあ所属してるんですが、今回は日本人メンバーでこのレースに臨みに来ました。今回、ずらっと並んでくださっておりますが、出走されますのは野寺秀則選手、そして加納智也選手、鈴木真理選手、土井幸弘選手、阿部義行選手、もうこれ以上いないんじゃないかってぐらいのメンバーが揃ってしまっているんですが、そうですね、実績的にもですね、まあ、阿部選手なんかは、この大会で唯一優勝した日本人選手なんで、はい、明日も頑張ってやってもらいたいと思います。そうですね、全日本チャンピオンとして明日どう戦われますか？そうですね、本当に、まあね、前の日の夜からこんだけの多くの、皆さんが集まるような大きな大会ですから、ぜひ日本チャンピオンとして恥ずかしくない走りが明日したいですね、はい、日本に来てくださいということですが、このスキル島の今5人の選手並んでいるんですが、実はこれでもかというぐらい日本国内のタイトルを持っていらっしゃいまして、まず野寺選手が全日本チャンピオン、このチャンピオンジャージというチャンピオンだけが着ることを許された特別なジャージを着ております、そしてこの間、JSA という、国内実業団というリーグがあるんですが、その中のトップの選手が決まりました、ルビーレッドジャージという赤いジャージをまとうんですが、加納智也選手後ろにいらっしゃいます。非常に有名な選手です。そして、アンダー26のカテゴリーでは、土井幸弘選手がジャージを取られました。